本爆速で帰ってきた。ごめんね、ほんと疲れた。え、全然全然全然。久しぶりですね。久しぶり。久しぶり。LINE でテレビ通話もしないもんね。うん、しない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 。しないからさ、顔見んのめっちゃ久々だわ。え、めっちゃ久々。すごいわ。あ、そうそう、なんかのんのんさんね、今イベント中なので、星とか、星とかあったら皆さん、のんのんさんの方に行って投げてください。はーい。いや、爆速で姉ちゃんに答えてもらうから。うん、めっちゃ爆速で行こう。爆速で答えてもらう。あと12分あるから。爆速爆速。恋愛履歴書。はい。履歴書。ママの携帯を奪ってきましたのでね。やった。やばい、Wi-Fi、Wi-Fi。ちょ、Wi-Fi 切ります。Wi-Fi、Wi-Fi。行くで。はい。行くぜ。はい。藤園レイ。レイ。男、女？女！何年、何年生まれだっけ ?2005。1月18。あ、2006にしちゃった。2005。の1月18。18。いきます。はい。爆速をそれだけでできるの、女性の友人だけが集まった席で、とある女性 A が、私寂しかったら浮気しちゃう可能性あるかもといったことを、後日女性 B が SNS 上でバラしてしまったとします。うんうん。あなたが同意できるものを全て選んでください。これ、時間あるからいけるかな？いけるいける、浮気するような人は、そうやって誰かに公開されて当然だと思う、仕方がないと思う。うんうんうん。女性 A は浮気するかもなどという危険な発言をした時点でバラされる覚悟が必要だったと言える、自業自得だと思う。うん。思うの？何個あるの？何個あるの？めっちゃある。めっちゃあるの？めっちゃある。ちょっと適当にバーって言ってって。え、何本ぐらいある？何本ぐらいある？めっちゃある、めっちゃある。ねえ、先言ってよ。言ったよ。女性 A は友人を信頼したことが間違いだし、自業自得だと思う。うん。自業自得だ。本当のことがバラされても仕方がないと思う。うん。仲間内の発言を SNS で晒してしまう人が一番良くないと思う。え、それにする、それにする。あ、それにするの？じゃ全部だし？それにする。ところで寂しかったら浮気していいわけがないが、場合によっては仕方がないと思う。え、待って、じゃあさ、私が、それに対して答えたやつに一番近いやつをやってった方が早いかもね。あ、分かった。じゃあ質問は何だっけ？女性 A が、女性の友人だけが集まった席で、うん、とある女性 A が、私寂しかったら浮気しちゃう可能性あるかも、と言ったことを、うん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 、後日女性 B が SNS 上でみんなにバラしてしまいました。どうする？うん、浮気するのも悪いけど、うんうん、バラすのも悪い。バラすのが悪い。じゃあこれで。うん。次は次。はい。世の中の全員の知識や技能が一旦なくなったとして、あなたが当てはまるものすべて選んでください。一週間ダンスしてさ、普通に人より踊れる？踊れない。最後。何程度？ボタンの付け方とかさ、普通よりできる？できんできん。スーパーのレジ打ちは？できん。マージャンやボードゲーム？できん。平安時代の歴史とか。できない。なかなか習得できない。OK、次。あなたが海外旅行をした時にフレンドリーに可愛い動物を抱っこさせてくれた男性がいて、動物と一緒に写真を撮ったら1万円ほどの金額を請求されました。うん。怒る。泣くか、払ってしまうか、うん、感謝して1万円を払うか、うん、1万円はさすがに払わないで交渉して払うか、ともにもかくにも絶対に払わないか、きっちりやり返す。きっちりやり返す。次。はい。人柄、あなたの人柄、感謝する人とか尊敬する人ほぼいない？いや、めっちゃいる。割と単純にすごいなって思うタイプ？うん、思う。芸能人やアーティスト、何かのキャラ、うん、ほぼなんか推してる？なんか推してる人いる？いる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 。複数人とかで会話してるときに、
あの、自分の意見とか求められてないだろうなって思う？いや、求められてると思う。で、ネットで出回ってるニュースとかさ、信じない？そのまま。ネット？うん。でも物による。信じるかも。じゃ、信じる。災害時に出番を生み出そうとして広めることができると思う？できない。クラクションに、車にクラクション鳴らされるじゃん。うん。へこむとか引きずるとかする？なんも？なんだよって思う。この世界は完璧ではないが、それでも概ねいい世の中だと感じる？いい世の中だと思う。改めて自分は幸運な人だと思う？思います。次。はい。こういう気持ちを言っていいものか、いや、抑えるべきか、こういう要望していいものかと葛藤することある？ある。疲れる？それ、葛藤してんのに。ん？葛藤するの疲れる？めっちゃ疲れる。怒り湧いてくる？葛藤してたら。んーね、自分に対して湧いてくる。次。恋愛観などについて。両方で自信のある異性とは正直張り合わないと思う。反りか。ん？気丈で自信のある人好き？相手が？うん。うん、好き。誰かとデートすることになったとして、二人がちょうどいいデートコースを、デートコースを選、あの、発案できる？二人で？うん。決めてほしい。世間知らずとか友人不断な人は見た目がそこそこ良くても恋愛対象になりにくい？なりにくい。デートした相手が、どっか意味わかんないところで泣いてたら、うん、ちょっと冷めるとか引くとかする？いや、引くっしょ。不安だとしても自分の交際相手モテててほしい？え、モテてほしくない。マジ？うん。もうこの後の人生で恋愛する相手は一人でいいと思う？嫌だ。友達が多くてファッションいつも磨いてる人とまともに付き合っていけると思う？友達がなんて？多くてファッションをいつも磨けてる人。うん、うん。やばい、あと5、やばい。やばい。私なんか適当にやっちゃう。やっちゃって、やっちゃって。わかるでしょ。勉強、自信なくしたときや疲れたとき、誰かの食事をしたら、それは同性と異性、どっちと食事行きたい？同性。異性3人と自分、女子1人で、うん。話広げられる？話広げられん。引っ込み思案な同性の小学4年生と2時間一緒にいることになったんだけど、仲良くなれる？なれる。あ、じゃあ、それが海外の人になった場合は？なれる。SNS で友達と繋がってんの好き？うん、好き。写真撮るとしたら一人で撮りたいかみんなで撮りたいか？みんな。複数人と会話するの好き？好き。なんだかんだ人間関係と恋愛どちらかでいつも悩んでいる気がする。どっち？悩んでない。あなたの活動、朝7時に集合するの疲れる？疲れない。疲れない。活動してすぎた日はたまに熱が出る？ない。一旦横になるとめんどくさくてできる限りトイレを我慢する？ない。何らかの都合で3食ぐらい連続でファーストフードを食べることになっても別に気にならない？気にならない。近くにいた、あの、幼稚園児がめっちゃ笑顔でなんか自慢してきたら、それ褒める？褒める。おぉ。やばい。めっちゃあるね。ほとんど面識のない人からいつの間にか好かれていたこと何回かある？ない。好かれて、面倒だったら嫌だなって思うから、もう少しその人のことをそっけなく、なんか、好かれた人をそっけなく振ったことある？ない。ってことでね、あの、時間があるので、これを後からレイちゃんに押し付けて、また公開したいと思います。公開する。めっちゃ面白いね。これでなんかね、わかるんだよ、履歴書とかが。あ、ほんと、私、一回それ自分でやったことあるの、実は。あ、どうだった？一回ツイッターかなんかで流行ってたよね。そう、流行った、流行った。それでやって、めっちゃ当てはまってた。送んなかったっけ？
聞いてない。もうめっちゃ LINE 来る。ちょっとやめて。ね、めっちゃ来るね。LINE のさ、LINE の通知、レイちゃんのさ、見ようと思ってさ、通知つけたら、めっちゃ LINE うざいんだけど。ってことで、ランキング発表します。イェーイ。10歳、くましろさん、ありがとうございます。12位、じゅんたろうさん、ありがとうございます。11位、りかさん、ありがとうございます。10位、ベニズワイガニエビミさん、ありがとうございます。9位、キラキラボさん、ありがとうございます。8位、ターボちゃん、ありがとうございます。7位、クライニングさん、ありがとうございます。6位、スノーさん、ありがとうございます。5位、ダイちゃん、ありがとうございます。4位、エイトさん、ありがとうございます。3位、ひろゆきさん、ありがとうございます。2位、ベンさん、ありがとうございます。1位は、うみさんです。ありがとうございます。うみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、私の順位、誰か、スクショしててください。あとで言います。のんのんさんは今、ビスの、ビスさんの、ビスだっけ何がのイベントですよね、今。あ、そうそうそう。そう、なので皆さん、いつまでですか明日。明日明日までだそうなので、皆さん、ぜひ、なんか、インスタのストーリーに、明日のなんか日程表みたいな載せてるの、なんか見たので、皆さん、それぜひ、そう、これこっちかな、どっちだろう、こっちの、いい子だね、ぜひ皆さんこれ遊びに行ってあげてください。見てね。あ、私も明日オルガン坂の間に見れるかも。やった。見て、皆さんじゃあ明日ね、ぜひぜひぜひ見てください。いい子ですね、ありがとうございます。頑張ってほしい。てか、やばい、59分じゃん。履歴書後で、あとでやりましょう。ありがとうね、来てくれて。ね、いや全然、めっちゃ楽しかった。やります、恋愛履歴書。ちょっとしかまたやろうね。え、やりましょう。これ勝手に消えるの？うん、多分10時だったら勝手に消える。10時まで、10時まで頼もう。だって1個上。ありがとう。え、またやりましょう。え、いつ切れるんだろう。明日6時からだよ、頑張るよ。え、早起き、めっちゃ。あ、だから最近早起きなんだ。そうだよ、朝めっちゃ LINE が6時とかに来る。早っと思って。ねえ、え、頑張ってください。イエーイ、いつ終わるんだろう。ありがとうございました、ね、みんな。疲れてるのにごめんよ。え、全然全然、超元気、16歳なんで。バイバーイ。17歳も元気です。すいません。